マジマジトリップ。前回のあらすじ。朝昼と順調にラーメンをはしごするマニマニトリップ一行。大好きなラーメンをはしごするという最高の企画。そして最後の店へと向かうのであった。レッツゴー。第6話、絶対に負けられない胃袋との戦い。秋田県大仙市ラーメンハットトリック、アディショナルタイム突入後編。イシピ何やってんの？次のラーメンに備えてる。お腹空かせてんの？メンマ。シナチク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 。続いて本日最後のお店はこちら、ラーメンシナチクさん。営業日時はこちらになります。席の数はカウンターとテーブル合わせて20席になります。こちらのお店も食券式になります。JAF 会員の方は麺大盛りまたは味玉1個サービスだそうです。僕が注文したのはこちら、混ぜそばトッピング全部のせ半ライスになります。変わった形をした四角い自家製メンマも入っていました。僕が頼んだのはこちら、醤油ラーメン。シナチクさん美味しかったね。マジで美味しかったね。最高だったね。うまかった。イシピー食べた醤油ラーメンどうだった？煮干しが効いた体に優しい染み渡るようなラーメンで、めちゃくちゃ美味しかったね。優しい味わい、うん、お店の名前の通りシナチクが四角い分厚い個性的な、まあシナチクっていうかメンマで、うん、でこれも食感すごい良くてめちゃくちゃ美味しかったんで、ぜひ食べてほしい。で、若の混ぜそばはどうだった？俺食べた混ぜそばはピリ辛なんだけど、うん、うまいんだよこれが。なるほどね。お客さん飽きさせないようにすごい工夫しちゃって、うん、まずスープ付きってのもあるし、それにレモンついてきてて、うん、途中から味変もできると。で、半ライス頼めばさらにライス投入できると。なるほど。二度三度うまい一杯みたいな、すごいこだわりを感じて、そうそう、感動したもんね。ストーリー性があって、その段階踏んでって、うん、最後もフィナーレみたいな。なるほどね。ということで今日終わりかな。終わりかな。いや待てよ、うん、ここまで来たらさ、おもう1店舗ぐらい、うん、ハットトリックじゃなくて、うん、もうダメ押しの1点決めない？もうアディショナルタイム突入しちゃいますか？しちゃう？しちゃう？決め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 ちゃう？行っ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 ちゃう？まさかまさかのこれが本当の最後のお店。本日のフィナーレを飾るのはこちらのお店。ラーメン原八さん。営業日時はこちらになります。
こちらのお店も食券式になります。学生さんは大盛り無料です。本日の締めを飾るのはこちらの一杯、豚骨魚介醤油のスペシャルになります。こちらの赤い粒はピンクペッパーになります。僕が頼んだのはこちら、豚骨魚介の塩です。はい、暗いね。終わっちゃいました。終わったね。暗い、もう真っ暗やないか。終わりました。終わったね。はい、最後の1店舗行ってきました。行きました。今時間は夜の10時過ぎですね。で、今日朝の7時台から始まって今の時間なんで、もう本当にラーメンから始まりラーメンに終わる1日でしたね。最後に行った、原八さん、ここも美味しかったよね、うん、美味しかった。レシピ食べてた豚骨魚介の塩、うん、どうだった？トロッとしたスープが麺によく絡んで、うんうんうん、濃厚だけどくどくない締めの一杯にはもってこいの一杯かなと思ったね。我がはどうだった？これ食べた豚骨魚介の醤油スペシャルってなんだけど、うんうん、ベースはやっぱりレシピ食べた豚骨魚介と同じで、スープもポタージュ系というかトロトロしてて、うん、豚骨と魚介が両方うまい具合にこう誇張しすぎずバランスがいい一杯で、濃厚なんだけど、うん、くどくない、こってりだけどあっさりみたいな、こっさりみたいな、ちょっと美味しい一杯だったね。なんか4杯目だったけど、スルスルいけたよ、ね、大盛り食べたんだけど全然関与して4杯目で大盛りっていうね。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。今日行ったジュロヘイさん、中華そば今野さん、シナチクさん、原八さん、スタッフの皆さん、撮影許可等を含めご協力本当にありがとうございました。またこういった企画やっていきたいね、うん、なんか機会があったら、う、ね、これからもまた、ね、時間見つけてやっていきたいと思いますので、うん、そうだね、皆さんよかったら見てくださいね。で、今回行ったこの4店舗どこの店も本当に美味しかったから。そうだね、うん、もうどこ行っても外れがないねそう、本当に美味しかった。前提大戦士レベル高い、ね、レベル高いね。ラーメンのレベルがちょっとそう高いね。大戦士に行った際は、うん、ぜひ今日行ったお店これいいなって思ったお店にぜひ行って食べてみてくださいね。コメントとかでここおすすめだよみたいなところもぜひ教えてください、うん、嬉しい、そういうコメント、はい、ということで、うん、今回の動画は以上になります。皆さんご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。 バイバイ。